ドイツソビエト協会友好条約は共に、ポーランド侵攻を行った後の1939年9月28日に、ナチスドイツとソビエト連邦によって調印された条約である。その調印は、ドイツとソ連の外相のヨアヒム・フォン・デッペントロップとビャチェスラフ・モロトフによって行われた。これは、 同年8月23日に調印されたモロトフリッペントロップ条約を前進させたものである。この条約にはいくつかの秘密条項が付けられた。これらの条項は相手側が占領したポーランドの領域からロシアとドイツの同胞を交換することを認め、モロトフリッペントロップ条約に指示された中央、ヨーロッパの勢力範囲の再決定を行い、そしていかなる。 ポーランド人の先導も抑圧することへの合意も含まれた。ドイツ国防軍がポーランドに前進した際にドイツはルブリン県とワルシャワ県東部の支配権を得たが、モロトフリッペントロップ条約によるとその領域はソビエトの勢力範囲の中にあった。この損失分をソ連に保障するため条約の秘密付帯事項はナチスがスバウキ三角地帯とも呼ばれるスバウキ地方の 小さな領域を除くリトアニア全土をソビエトの勢力範囲に渡したことを詳しく記している。この譲渡により、ソ連は1940年6月15日にリトアニアを占領し、リトアニアソビエト社会主義共和国を樹立することが可能となった。ありがとうございます。